国道136号は、下田市の中島橋を起点に、三島市の南二日町インターチェンジを結ぶ、伊豆半島西部の主要国道です。総延長は 129.6km、現道は 112.2km で、全国226位の長さです。下田より伊豆半島の西側にある松崎、都井を通り、中伊豆の主前寺、伊豆の国を越えて三島に至ります。 松崎町の中心部から西に約4キロメートル間、21体の彫刻が並んでおり、富士山も見えることから、富士見彫刻ラインと呼ばれています。とい、伊豆長岡、修善寺といった有名な温泉が数多く存在しています。西伊豆は鉄道が通っていないため、国道136号で行きましょう。国道136号から車で約10分、伊豆半島最南端の色尾崎へ行けます。 南海絶壁の上にあり、まさに絶景が広がります。下田から三島まで国道136号で走破すると、約2時間40分かかるようです。